そういったわけでございまして今週も始まりました週刊ギターフロンティアよろしくお願いいたしますまあそういうわけで9月もねもう10日過ぎまして今日11日ですかもうあ普通だったらもうあだいぶ寒くなってるぐらいのね勢いなんでしょうけどまだまだ日中暑いですけどでも朝晩若干涼しくなってきましたよねだいぶ過ごしやすくなってきましたけど皆さんのお宅はどうでしょうかということで今週もですね最後までゆっくりご覧くださいよろしくお願いします ギターフロンティアへようこそはい、ということで今週もですねおはがき紹介コーナーから参りましょう今週もありがたいことにおはぎ3枚いただきましたありがとうございますえっとねまずはこの方常連ですね、えー、こちらは福岡県の久留米市ですね、えー、いつもありがとうございますラジオネームよもぎギターさんいつもありがとうございますゲイリーさんこんばんはピンクフロイドの会 勉強になりますありがとうございます私はピンクフロイドというとライトショーのイメージがありますねえ昔マネーを CD で聞きましたあのあれですよね私この方、えー、ヨモギギターさんピンクフロイドというとライトショーのイメージがあるこれやっぱり 我々の時代は YouTube とかないので当時テレビでもほとんどこういったミュージックビデオなかったのでそういうイメージは僕の中ではないもう後で見ると、ね、そういうあのピンク・色ルのライブってすごいライティングが凝ってたりして有名なんですけどなるほどねそうなんだよね今はね、はいえー、CD で聴きましたとギルマーさんのギタープレイはなかなかかっこいいですねそれではまたよろしくお願いしますありがとうございますいつもありがとうございます米木沢さん続きましてどんどんいきましょう 次はですね、あこちらも、もう本当、き常連に助けられてるわ、本当に。大阪のペンネーム、トムトムさん、いつもありがとうございます。えー、こんばんは、ゲイリーさん、えー。コースターとカッティングボード、いいですね。あこの間言ったでつね、作りますね。当店オリジナルですから、例のね、ホルスの目の夜勤が入りますんでね、よろしくお願いします。で、カッティングボードって、前回も言いましたけど、なんていうの、羽子板みたいな形で、ほら。 あのまな板に使ったりアウトドアでまな板に使ったりあのおしゃれな店で肉とかチーズとかこれ乗っけるやつねそれ作りますんで一つよろしくお願いします、えー、楽しみにしていますあ,ありがとうございますぜひよろしくお願いします購入してゲイリーさんの子供たちへの気持ちに賛同させていただきありがとうこう言っていただくと一番嬉しい本当、えー。ピンクフロイドの解説とても興味深かったですありがとうございますあの頃はハードロックばかり聞いていたので えー、話があったようにプログレイコール難解イコール頭のいい人が聞くといったイメージがあったと思い出しましたそうなんですよね僕もそういうイメージがありました今から考えると食わず嫌いだったように思いましたと本当名盤ですねほんとそれな音楽もね食べ物と同じで食べてみないと聞いてみないとわからないこと多いのであのも,しもしねこの僕のこんなつたない番組ですけども これをきっかけにね、あ、じゃ聞いてみようかなと思って聞いてもらったら本当に嬉しいです、えー。サングラスの話、初耳でした。あこの間の言ったやつね、ここの、なんか、つけるやつね、あの鼻の位置を高くするやつ、あのシリコンの。そんな調整方法があるんですね。ぜひやってみてください。これからもいろんな話、楽しみにしてます。そうですよね、僕はこの番組はギターの話だけじゃなくて、音楽の話じゃなくて、いろんなね、僕が思っていることとか、か気になったこととか、 あのあこんなこと、ためになるなと思ったことをいろいろ発信していきますので、今後とも1つ、よろししくお願いしますさあ、そしてもう1通、こちらがですね、初めての方、これ、初めての、ね、たいお便り来ると嬉しいんですよ、それもね、意外とうち、新潟市じゃないですか、地元の人がね、めったに来ないんですよ、はがきとか。来ましたよ、新潟市南区、ね、南区って言っても、全国の方はわからないと思いますけど。 えー、我々の中ではですねもと元白根市って言ったんですけど白根ねあのフルーツが有名なんですけど、まあ、米も有名ですけど梨とかねぶどうとかさあこちらのペンネームあるのかなあ初めておたりしますロック5 5と申しますロック5 5さんかな。いつも楽しく見ています。 ついに私の持っているレコードが登場しましたき今日みんなそうだね先週のピンクフレードのこと「狂気」ですがゲイリーさんと同じく私もおせっかいや炎の方が好きで回数もより多く聞いていますそうなんですよ意外とねもちろん皆さん「あの狂気」は名盤なんだけども炎やおせっかいの方を聞いてるっていう方確かに当時も多かったと思う、はい、私はイーグルスの大ファンですがこれからも有名どころのアーティストゼッペリンや パープルもぜひ紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。先日、カーステレオでゲイリー・ムーアのブルースアルバムを聴いたのですが、どのアルバムでしょうかね。猛暑の中、車内には暑 <laughs> 苦しい感じがして、すぐにやめました。<laughs> ちょっとちょっと、ちょっと夏には合わないかなと。まあ、確かにね、ゲイリー・ムーアのギタープレイは暑苦しいところも。 まあ、ありますけどね。ゲイリーさんは車の中では何を聞かれていますか？まだまだ暑いですが、これからも頑張って続けてください。ありがとうございます。えー、そうか、ゲーリー・ムマンのね。曲って。まあ語るとまた長くなっちゃうんでやめますけど、時代によっていろんなね。作風があるので暑苦しいだけじゃなくて爽やかなのもいっぱいありますからね。ちなみにあの同じブルースアルバムでも何枚か出ていて。 ちょっとね暗いやつもあるしそんな暑苦しくもないのもあるんですよ実はそうだなあ夏に暑い暑い夏に聴くんだったら「ダーク・デイズ・イン・パラダイス」かなあれはそういう感じでちょっと暗いんですけどいいかもしれないですねちなみに僕は車の中で何を聴いているかというと特にジャンルは全く 全く決ままってませんねあの今時あの皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、昔と違って車内で CD を入れて書けるってことはもう今ほとんどないと思うんですよね。僕もあの車に今の車例のゲイリー中古車を買うでおなじみのボルボですけども USB で、ね、入れておくわけでしょアルバムいっぱい入れてですからいろんなジャンル入ってるんでその時の気分ですよね。ジャズ聞く時ももああればククラシックかける時もあるし まあも,ま、もちろんそういってもロックが一番多いんですけども、あの最近だとねあの、この企画あるじゃないですか、この「えー、週刊ギターフロンティア」、やはり絶えず考えてるので、あ今週何やろうかなということで、ただ、じゃああれやろうかなと思って、やっぱりほら、聞き直すわけ、それでもう一回 CD 引っ張り出してきてあの、USB に入れてとか、そういうのをいてますね、えー、この後でやりますけども、今週の「バック・トゥー・ザ・ロック」、久しぶりに聞き直しました。 あのいろいろベスト版とかざっくりあ,あのねもう後で言いますけど久しぶりに行くとまた新,新しい発見ありますよ、ね、よかったです、はい、ということで、えー、こちら、えー、新潟市南区のロック5 5さんありがとうございます本当初めてのお楽器本当嬉しいですまた和楽器待ってますね、えー、こちら、えー、ロック5 5さんには当店オリジナルの、えー、ステッカーとピックをお送りします、えー、ここののようにですねね皆様もちょっと、ねこの YouTube 見てるけどいやはがきまで出すの面倒くさいなと思ってる方ねちょっと頑張ってはがき書いてみてくださいあのたまにねこういったはがき書くと楽しいと思うあの新鮮な気分になれると思うんでぜひあの僕にはがきを1枚送ってくださいよろしくお願いしますギターを買うなら売るならギターフロンティアはいということでゲイリー鈴木がお送りしております「週刊ギターフロンティア」 えー、ここからミニコーナーですね、いつもど,どうでもいいような話してるんですけども、今日はね、あの最近あの、ツイッターでも、まあ、今、ツイッターと言わないのか、X でもちらほら出してるんですけど、僕ね、1、2週間前ぐらいかな、からちょっと健康のために、まあ今年ほら、いろいろ健康のことを言ってるじゃないですか、お酒をやめたり、去年からのグルテンフリーとかね、いろいろやってるんですけども、えー、なんとですね、散歩を始めてまして、朝、出勤前に。 まあ最初は30分ぐらいから始めたんですよ、それから40分で、長い時で1時間とかね、結構家の近所、毎日コース決めないで、あれ、いいですね、あの僕ね、何年か前にもね、一回ね、ちょっとダイエットも含めてあの、自転車買ったんですよ、ロードバイク。で、しばらく毎朝1時間走ってたんですけど、ちょっと痩せたんですよ、確かに。ところがその後にちょっと追突事故等があって、病院通ったりなんかして、ちょっとそれでまたやめちゃったんですけども、 で、結局その自転車ももう手放してしまってずっと1年以上置いとくとやっぱ邪魔でね、錆びるのもあれなんで、あのもう処分しちゃったんですけどで、それからまた室内にこのほら、ルーー、ムランナーなんて言うんですか、室内で自転車こぐみたいなやつあるじゃないですかそれもやったんですけど数ヶ月やって気が付いたら、えー、洗,濯干し洗濯物干し竿的な洗濯がいつも洗濯物がかかっているいじゃなかしてね、なかなか続かないんですけど最近ねその なんかいろんなのを読んだんですけどやっぱり歩くのがいいと僕ね、数年前からね、やっぱり50過ぎぐらいからかな、特に冬場からあの足が冷えて、なんか冷え症になったのかなとか、それが今年に入ったら、この今年はめちゃくちゃ猛暑だったじゃないですか、にもかかわらず、膝からなんか、足、膝から下、特にね、冷たく感じるような。 まあ、こんな職場ですから、絶えず基本、座ってるんですよ、僕、座ってほら、パソコンいじったりあの、ギターいじったり、作業してるわけじゃないですか、あんまり動かないので、やっぱこれ、よくないなと、人に聞いたらこう、基本的にずっと座ってると、いわゆるほら、エコ,エコノミー症候群的な、あのやっぱ血行がよくないっていうことで、やっぱ歩いたほうがいいとで、いろんなのを見ましたら、一日やっぱり最低4000歩歩くといいんですよね、ちょっとだいぶ病気のリスクが減るとか。 まあ理想は1万歩らしいんですけどもということで僕ね最近少しずつ歩くようにしましたであの何日かやってるし実際何歩歩いてんのかなと思ってこれやっぱ万歩系いるなと思ってちょちょっと例のアマゾンさんで一番安いのが970円だったんで買ったんですよでも気が付いたら送料がかかってて1500円もしたんですけどそれがですねこれなんですけども まあ軽くてね、ちょうどポケットに入れてちょうどいいかなと思ったんだけど、これね、正直使えないです。まあ壊れたわけじゃないんだけど、あ、壊れたのか。<laughs> えー、ダメですね、やっぱね。あの、安いのダメかな、これね。で、まあどうしようかなと思ったら、あの、人に教えてもらって、iPhone にちゃんと入ってんですね。あの、こういう、なんていうの、ヘルスケアっていうの。で、あの、今日も歩いてきたんですけど、 今日ねあのこれ見ると,ちょっと出るんだね今日 3.2km 歩いた、えー、大体45分ぐらい歩いたんですけどで歩行速度も出るんですね、3.7km、時速 3.7km、歩数4925歩、歩幅5 6センチとかいろいろ出るんですね、これ便利ですよね、ただね、じゃあこれでずっといいのかなと思うと、やっぱり邪魔なんだよね、あの持ってる。まあと 最近はちょっと写真撮ったりしてるんで、まあいいと思うんですけど、そのうちやっぱり、皆さんおっしゃってるように、なんていうの、そうい,いう iPhone と連動する時計あるんでしょう、ね、アップローチか、そういうのとか、やっぱそういうの買った方がいいんですかね、でも僕ね、正直言ってね、まあ、好みの問題ですけど、ああいったスマートウォッチっていうんですか、普段したくないな、やっぱ僕ね、こう見えてもあの、時計が趣味なので、やっぱりちゃんと機械式時計してたいんですよ、できたら。 なのでやっぱりもうちょっとちっちゃいなんかやっぱりあのマンポケー的なこういったいろんな機能がついてるマンポケーとかあったらいいんですけどねやっぱ普段はね時計してたよ俺まあ仕事中はしないですよギターいじるんでえ今日はちなみにですねこの革ジャンに合わせて革のバンドのこれちょっとマニアックでしょうちょっと割とサイズがちっちゃめなんですけどこれいわゆるボーイズサイズっていうのかなこれアンティークなんですけどチューダーです チューダーのこれなんて、レンジャーっていうタイプですねこれわかるこれちょっとまたまだ、ゲイリーゲイリーの時計自慢コーナー、ちょっと外そうか。これ、ベルトは自分で買いました。ネットで買えるんで、こういったワンタッチの、こういうね、カチッってやつ。これ、いいでしょ、チューダー。これ、買ったとき結構安かった。今、まためっちゃ高くなってますからね。チューダーって、あのご存知の、なかご存知のない方なうのに説明すると、あの、 ロレックスの下のブランドねいわゆるディフューションブランドっていいますけどもお安いブランド今でも中ーも逆にめちゃ高くなって買えませんわこれ正直あのだいぶ前に買った時中古で10万しなかったですからね今とんでもらえない値段ですからね中ーもねはいそういうわけで、まあ、アップルウォッチももしかすると買うかもしれないですけどもまた買ったらね一つ ご紹介しますさあ、ということで、今日もね、家の近所、ちょうどね、あの川があるんですよ、信濃川、ちょっと歩くと、でその土手をね、歩いたりするんですけども、せっかくなんで、この iPhone でちょっと撮ってきたので、一緒にですね、どうですか、皆さんと一緒に、ちょっと散歩、僕と一緒に歩いてみませんか、どうぞ。はいただいま、朝の8時でございます、えー、土手を今、散歩しております。 まだ寝起きで声が変だと思いますが、一つよろしくお願いいたします。えー、この道はですね、私が基本的にいつも歩いている散歩道でございます、えー。いろんな方がですね、ジョギングしたり散歩してるんで、えー、あ、向こうから一人走ってきました。これね、勝手に移しちゃいけませんから、ちょっとね、角度変えますね。こんな感じです。あっち側が日本海ですね。今日天気いいですね。 この土手の散歩コースを歩いていますとこう分かりますかなんとなくこう金八先生のオープニングのようなそんな感じもいたします毎日あのここを歩くんですけども基本的に毎日少しずつコースは変えてます今日はちなみにいつもは、えー、海側にまず向かうんですけど今日は逆ですね海とは反対の方向に 山の方ですねまあ山って言ってもだいぶ遠いですけど山方向に歩いておりますまだまだ9月に入りね、全然涼しくなりませんけどもまだまだ暑いですさあここで少しジョギングしております走っておりますカメラがだいぶ揺れていますがご了承ください あつらい、えー、歩き始めてそろそろ20分ですそろそろ折り返してるんですかね今日はもうトータルで40分ぐらいでやめとこうかな日差しも強いですからね帽子かぶってないんでそろそろ戻ります、えー、ただいま歩き始めて約40分経過しております えー、さっき見ましたらちょうどね。4000歩ですね。大体やっぱり10分1000本か1歩ですね。ね、どうですか？ちょっと散歩した気分になりません。あのこんな風にね。あのまポースによってほら電車を見たりね。あの川を見たり、ね、えっとここは信濃川か信濃川って言うんですけど。 この土手歩くと何となく本当にあの金八先生のオープニングをね思い出しませんかそんな感じでね毎日毎日まあ30分40分まあ気分が乗れば1時間と歩いているんですけどもこれからどんなふうにね変化するのか正直ねあの歩くだけなのでそんながっつり汗かくっていう感じではないので体重は変わってないですけどもやっぱり筋肉というか足血行不良を良くするためには歩くのがいいのかなと思って。 これから告げたいいと思いま,すまあもちろん今まだねあったかいですから雪ないんですけどこれが今度真冬になって新潟は雪降りますから雪降った時どうするかってことはまたこれから考えていきたいと思いますけども、えー、そういうわけで私もいい年ですから皆さ,ん皆さんもねそういう年代の方多いと思うんですけどもこういった健康ネタまた細かくやっていきたいと思いますんで一つ皆さんよろしくお願いします。 はい。ゲイリきが大きくする中間ギターフロンティア、えー。ここからはお待ちかね。バックトゥーザロックのコーナーです。よろしくお願いします、えー。先ほどね、あの、初めておはがきくださいました。えー、新潟市南区の、えー、ロック55さんのはがきにもありましたけども、えー、これからも有名どころのアーティスト、ね、ッペリンやパープルもぜひ紹介してくださいと、やります。やはりレッドセッペリンは、 避けて通れませんよね、まあ、僕もあのレッド・セッペリンははっきり言って多分僕もあの一応、ね、下手くそですけどギター弾いてますしバンドとかもやってるんですけど僕ね2三3 0年前かなラ,ライブ一番やってる時期にいや終わってあの打ち上げとか居酒屋でやった時に、まあ、あの知ってるそんな知らない人なんだったけど何、まあ、ていうかう来るじゃない打ち上げに参加してで初対面の方だったんだけど結構ロック詳しい人で。あの芸理ってさあの ゲイリムーきって言ってるわにはゲイリムーアの影響全然ないよねとか言われてマイケル・シェンカーでもないしあれでしょズバリジミー・ページでしょとか言われたことあるんですよ、ドキッとしてそんなにジミー・ページコピーしたこともほとんどあのリフとかはやったけどちゃんとレッド・ゼベリンの曲なんてやったことないしでもやっぱり気が付くと影響されてるんですよ、してるんでしょうね。 多分そういうい人僕の年代多いと思うんですよ、なんとなくやっぱりレッド・セペリンであり、あのやっぱりね、あのリッチーのリフ、やっぱりみんな影響されてますよね、自分で、もうあのね、いい加減ですけど、曲作ったりしてるんですけど、結構僕の作ってる曲はやっぱり当時の70年代のリフだと、自分でもやっぱり思いますもんね、サウンドはでもゲイリーはあ・ムワの一番前世紀の80年代の音が僕、好きなんですけど、それは意識してるんですけどね。と、まあ、ということで 今日はですね、名盤紹介、レッド・ゼペリンの中から1枚お送りするんですが、そうなると当然、これはもう、ね、もう皆さん、レッド・ゼペリンファン、マニアも多いと思うんですけども、当然これいろんな、あの、ネットでも出てますけども、ゼペリンの名盤はどれかというと、大体もう3枚に絞られますよね。まずは4枚目、ね、あの例の、フォー・シンボルスか、えー 正確にはタイトルないんですよねアルバムはでも名曲ぞろいです何といっても「天国への階段」が入っているってことでも有名ですしそしてやっぱり「セカンド」もねこれもまたハードロック史上にも、ね、これはもうなくてはならない名アルバムそしてフ「ファースト」とこの「ファースト」「セカンド」4枚目が、まあ、レッド・ゼペリの名盤と大体言われていて、まあ、人によっては「セカンド」が一番だっていう人もいますし 圧倒的にでもね4枚目がいいのかなっていう人もいますし僕はそこもいろんないですやっぱりなんだかんだで最終的に「デッド・セッペリン」の名盤はどれかって言ったらうーん、まあ、4枚目か2枚目なんだろうなと僕は僕も思いますただ、えー、僕はね今日実はねそのアルバムは押,押さないです押さない今日は、まあ、いつか別に別のタイミングでやりますで今日はどのアルバムが僕,僕的に個人的にいいのかっていうとあの まずそのアルバムを発表する前に実はね僕の視点ね見方によって違うって話なんですけどレッド・セッペリンをハード・ロック・バンドとした場合当然、セカンドあるいは4枚目が最高傑作なんですよ、間違いなく。ただね僕は当時リアル内部で聴いてきてあの思ったんですけど僕、レッド・セッペリン最終的にねハード・ロック・バンドじゃないと思うんですよ。 おおいおい、何言ってんだと思うでしょうもちろんハードロックバンドの要素はいっぱいありますよただあのバンドはね何が言いたいかっていうとハードロックバンドっていう枠には収まりきれないってことですよ音楽性素晴らしく幅広いんですで無理やり言うとなるとどっかのジャンルにはめるとするならば僕はねレッド・セッペリンというバンドはプログレーバンドだと思ってるんですよ、ね、これは、 実は意外だと思うかもしれないけど当時から、ね、いろんな音楽雑誌なんかでも解説の中でもそう言ってる人いたんですよ何人か。レッドセンはプログレなんだと僕は本当に特に後期、まあ、実際もう「レッド・セブリン」って10年ぐらいしかやってないわけであのオリジナルスタジオ版は8枚でしょ確か8枚しか作ってないんですけども、まあ、最後の「コーダーっていうのは、まあ、オリジナル版って入れません。 いう前提でねあのコーダはあはジョン・ポル・ナムが亡くなってからの話ですからあの過去の録音したやつを編集しただけなのであの純粋ななスタジジオオリジナル版というとう枚なんですよねその短い歴史の中で後期の方最後の方は本当にねあのジョン・ポール・ジョーンズのキーボードがどんどん入ったりしてプログレ的要素というかいろんなジャンルあの民族音楽的なのも入ってるしあの例えばあの「 カシミールなんてもう完全にもう僕の中ではプログレですしねでもハードロックの要素もいっぱいあるしだから一言でハードロックいやログって言えない部分があるんですよもちろんサードアルバムで代表されるようなアコースティックバリバリの曲もジミー・ページ得意じゃないですかもうそもそも大体いいジミー・ページさんの大先生のギターってもうちょっと変態チックでしょ大体いいチューニングね変わってるのが多いし もう当時僕、中学生、高校生のとき、これ聞こあの、ちょっとコピーしようと思って耳コピーでまあするんだけど、できなかった、全部、なかなか、だってど知らなかったのも当時、これ田舎者だし、そんなね、オープンチューニングなんて知らなかったですもんね、そんなですね、やはりあのジミー・ペイジはもう天才なわけですよね。ということで、レッド・セッペリンは僕の中では単なるハードロックバンドではない。まあ 強いて言うとプログレバンドだという僕は位置づけなんですねそういう風なプログレバンドだという風で見るとそのオリジナル全8枚の中でどれがベーストなのかどれが自分の中で最高傑作なのかと思うとそうなるとさっき言った視点が違いますから3枚目あ2枚目4枚目ではなくてズバリ言うと実は最後のインスルージアウトドアなんです僕は。当時ねあの これ1979年か僕あのレコーダーさんでリアルタイムで買いましたよ、買っても,うもちろんそれまでも聞いてたし、まあ、そんな大ファンではないんですよ、一応聴かなきゃいけないっていう感じのバンドだったんで一応全部聴いてたんだけどこの、ね「インスルジャート・ダを当時買ったときめちゃくちゃ感動したんですよ、今まで散々知ってたはずのレッド・セッペリンが。 こんなに深いバンドだったのかこんなになんかいろんな幅広い音楽性があったのかと改めて知ってもう何回も何回も聞きましたよね。であの僕と同年代の方知ってると思うんですけども当時、まあ、あのまだ CD ない頃ですからアルバムレコードだったんですけどあの茶色のさこれうちのこれ封筒ですけどこれ,これ茶色のごちゃごちゃっとした茶色い袋に入ってるだよね。で 買って開けてみないと中のジャケットが何種類確か6種類あのほんのほんのちょっとの違いないんですよそのなんか買ってみないと中のジャケットが何種類かって分からないっていうそういう面白い売り方しましたよね当時でそういう発想ってなかなかなかったんじゃないかなまるで今の AKB 商法みたいですよね本当にねで当時僕ねその買って家でさっき言ったように何回も聞いたんですけど 正直1曲目はねもうめちゃくちゃゃく期待通りだったんですよああさすがレッド・セテリンって感じの思いズッーンボンゾの,あのリズムでも出だしなんかキーボードとか始まってちょっとプログレチックなんですけどでも曲が始まるとめちゃくちゃハードロックこれぞレッド・セテリン「InTheEvening」っていう曲なんですけどこれはやっぱりページ・プラントでしょでジョン・ポール・ジョーンズも参加してるのが3人の共作ってことになってるんですけど なってるんですけどこれはでも圧倒的にこれ多分ジュミー・ページが主導権握った曲でしょうね。で2曲目からどんどんあの変わった曲で多分それでハードロックを期待した人たちにはなんじゃこれってなったはずなんですよ。全然 <laughs> もう違いますからただねこれ聞いてくださいあの例えば3曲目なんかも3番のリズムが入ったりしてなんだかわけわかんないんだけどでもこれどんどん聞いていくとねこれアレンジとかも凝ってるし。 面白いですとにかく、そしてね、やっぱりね、僕はこのアルバムのやっぱりいいところは B 面なんですよ、ひっくり返してください、まず、クラウズ・ランプラっていう曲があるんですけど、これ10分ぐらいの、これ、ジョン・ポール・ジョーンズの曲なんだけど、ほぼほぼ、これはプログレですよ、僕の中では、めちゃくちゃ凝ってるもんね、展開が、キーボードもいっぱい入ってるし。 あのいろんな解説ではテクノポップ風なんて書いてますけどこれテクノポップではないと思うんだけどねそして次の曲このアルバムで僕が一番好きなのはこの曲ですというかレッド・セペリーの歴史の中でも僕の中ではもうとうとう上位の名曲だと思ってます「オール・マイ・ラブ」バラードですねこれあの悲しい話でこの2年前ぐらいだっけあの実はあのロバート・プラントの、ね、お子さんが亡くなって でまあ、それでだいぶしばらくレコーディング遅れるんですけどもロバート・プラントが亡くなった子供のために捧げたバラードと言われてるんですけどもこのね曲イントロはあのジョン・ポル・ズーンズのキーボードから入るんですけども感想のギターソロがこれがまた凝ってますまさにただのハードロックバンドではないあのギターソロ3部構成になってるんですよで 出だしのまず1つ目のパートはなんともちろんギターなんですけど当時出たばっかりのローランドとグレコの共同開発のギターシンセサイザー使ってますあのでトランペット風の音なんだよねプーププ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 プってあ用意しときいよかったからねでねすげえ当時感動してこれ何なんだろうこれって当時あの雑誌なんかでも 広告に地味ページ出てたんですよそれ持ってて足元ほら青いこの足元にユニットがあるんですよで本体ギターコントローラーはグレコの当時の GO シリーズですそれのそういうふうに改造したやつで GO シリーズの一番高いやつではないんだけどもあのダブルカットウェイになっていてちょっと SG っぽいのかな SG っぽいやつですね SG っぽいんだけどレスポールっぽくもあるしあので僕ねそれ買ったんですよ 当時もうどうしても欲しくて欲しくて結構しましたよ当時であの車売って金作ってもうそれぐらい欲しかったんですよもう欲しくて欲しくてでその音が出したくてであの繋いでやったらそのペーペーペーペ,ーペーってトランペットの子って全く同じ音が出てめちゃくちゃ感動したんですけども実は当時のねギターシンセサイザーはまだねこう弦を弾いてそれから信号をこう変えるわけでしょ 一瞬タイムラグがあるるんだよ分かるだよかから弾いたポーンと音出ないからちょっと早めに演奏しないとあのジミー・ペイジのレコードと当時合わせて一緒にはできないちょっと遅れるんですよだからもう完全にフレーズを覚えておいてほんのどうだね1秒 0. 点何秒早めに一瞬早めに一瞬弾かないとレコードとぴったり合わなかったそんな思い出がありますね。で結局ね使いこなせなせくて最終的に1年 持たたなないいうちちに1年ぐらいかな売っちゃっゃんだけど、ね、まあでもいい思い出ですよねまあそしてその,あのギターソロの話続けますと3部構成になってて最初がギターシンセの音そして真ん中では今度ねガットギターを使うんですよねこれがまたステーキそして3つ目のパートでいよいよエレキギターの音であるんだけど決してね派手なフレーズじゃないんだけどちゃんと構成されていて。 あの曲をねだからあの俺が俺ががっていいうギターじゃないんですよねまあ正直ねこのアルバムに関しては後のインタビューでジミー・ページは本当はもうちょっと入れたい曲いっぱいあったらしいんだけども前作だっけ前前作かあのプレゼンスであのどうしてもジョン・ポール・ジョーンズもやりたい曲いっぱい作ってたのになんかジョン・ポール・ジョーンズの出番がねプレゼンスではなかったのでやっぱり気使ったんでしょうね。今回ちょっととお前の曲やろうよと だいいぶジジョョン・ンポーール・ジョンズに譲ったというだからね自分でもほらバンドをやっててリーダーやってるから分かるんだけどギタリストだけども俺が俺がっていうわけにはいかないわけよリーダーやってるとやっぱボーカルとか他のメンバー気使う部分があって多分ジミー・ペイジさんねああ見えてめちゃくちゃ気使う人だったと思うんですね。ですからこのアルバムははもちろんジジミー・ーーペイジはリーダーとして レッド・ゼペリンはこうあるべきだという何かはあったと思うんだけどももちろんその中であのメンバー各メンバーに気を使うという部分もあるだろうしあとジミー・ページはねもしかしたらこのちょうど時代がほら79年でしょあのいろんなロックが出てきたじゃないですかあのパンクとか。もう それこそもうこの頃から言われたのかな、多分もうハードロックはオールドウェーブだとかさ、さもう古臭いとか、そんな中でジミー・ペイジはやっぱ新しいことをチャレンジしたい、変わりたいっていうのもあったと思うんですよね、だからそんな時にジョン・ポール・ジョンズが最新のヤマハのキーボードを持ってきておいいじゃん、それ、使いこようよと、そして彼自身もローランドのギター申請が出たということで、もう即入手して。 多分実験的にやったと思うんですよね。ですから、あの結果的に、翌年あの、ジョン・ボーナムが、まあ、休止、亡くなるわけなんだけども、で、そこで解散じゃないですか。これ、まあ、ね、歴史に足られば場はないっていうけども、これ、ジョン・ボーナム、翌年亡くなってなければ、死んでなければ、この次のアルバムこそが、新しい、もう、 レッドセッペリンの幕開けになっていたのではないかなって僕は思いますねあのただのハードロックバンドではないんだということをこのインスルージアウトドアの次の展開で、えー、世間に見せることができたのではないかなと思っていますあのこの後ジミー・ページは「あのこうだ」っていうね、まあ、編集アルバム出すんだけどもで事実上まあ事実上というか解散になってしまいその後のしばらくしてから 映画のサントラやるじゃないですか、あの、チャールズ・ブロンソンのえ、ロサンゼルスっていうね、あれはまた良かったんですよ、あれもね、1曲目は特に素晴らしかったんですけど、まあでも、この、イン・スルジージ・アウトドアの流れではなかったんで、僕は正直ね、この流れをね、ジミー・ページにね、期待したんですけど、どうなんだろう、やっぱ世間が求めてたのと違ったのかな、で、結局時代が流れ、その後、あのペイジプラントだったり、デビット・カバーテルとやったね、 カバーデル・ページもなんとなく昔の、ねまあ、世間が求めているレッドセッペリンのイメージをやっただけなのかなと思ってもしかしたらジミー・ページは本当はこの、ね、何度も言いますけどこのインスルジ・アウトドアこの延長線上に何か新しいセッペリンがあったのではないかなただ、それは世間は求めていなかっただけということも言えるし何、まあ、とも,、ね、これもさっきも言ったようにタラレバで。 しょうけども僕はでもねそういうわけでこの「レッド・セッペリン」の歴史の中で世間的にはこのアルバムが一番ダメって言わ,言って言われてるんですよ実はあのベスト8っていうよくサイトであるんですけどそのレッド・セッペリンの8枚のオリジナルアルバムを順位付けこのアルバム大体最下位なんですよでもね僕はこのアルバムすごくいいと思ってるんであの多分ね世間の評価があまり良くないんであんまり聞いてない人も実は多いともちらっとしか あるいは、はいはいはいみたいな、一回ちゃんと買って聞いてみて、俺ね、いっつも言うんだけど、CD はね、買った方がいいよ、買うと元取ろうとするから、一回だけじゃ何回も聞くから、そっとね、音楽ってそうなのよ、一回聞いちゃ分かんないけど、二回、三回、四回で見えてくるところあるんで、ぜひこれはあの名作なんで、僕はもう力いっぱい押したいと思います、えー、もうもちろんあのさっき言った、僕が名曲だと思っている。 オールマイ・ラブもそうなんだけどこの B 面1曲のねクラウズ・ランプラこれはもうめちゃくちゃ凝ってるだから一回凝った曲って元もともとそうでしょだってあの本当にあのプログレの連中もそうじゃないイエスもそうだしあのエマソン・グレッタン・パーマンもキング・クリムゾンも最初買った時分かんないような曲いっぱいあったでしょでも聞き込んでいくとハマるんだよねもう本当にね なんて言うんだろうな、この辺の辺感じ、分かりますだからぜひね一回ちらっとほら皆さんに言うけどよくとりあえず YouTube で見てくださいって言うんだけどいや一回じゃ分かんないと思うなこれなぜひねこの「インスルージアウトドア」私あの本当にレッド・セッペリーの中でもこれがある意味ある意味よ一番名盤だと思ってますもちろんさっき言ったようにハードロックバンドっていう視点で見たら絶対それはセカンド 4枚目なんですそれはもう間違いないいいなんですもうだっってかっこいいもんあの辺もう理屈抜きにもうあの辺の、ね、ロックンロールとかさもうブラックトックとかもう血がさぐぐらいかっこいいですもんねでもねこの「インスルージアウトドア」もう深いですそしてジミー・ページがこれからその 70, 年が終わって70年代が終わって80年代にどんな音楽を届けようと模索した、ね、まさにね 苦悩ししたたそして生まれた作品ではなないのかなと思っていますということで今週の「バック・トゥー・ザ・ロック」は意外だと思うかもしれませんがレッド・セッペリンの「イン・スルージ・アウトドア」これを名盤とさせていただきますよろしくお願いしますギターフロンティアではただいまギターを大募集中ご家庭で使っていないギターがあったらぜひご連絡くださいよろしくお願いします はいそういったわけで今週の「週刊ギターフロンティア」いかがだったでしょうかね意外や意外レッド・セッペリンい,いきなりこれをこれを取り上げるとは誰も思わなかったでしょうね下手したらあのレッド・セッペリンの中でこれね一番の打作っていう人もいるんですからねでもそんなことないんですよ「セッペリン」の作品でダサ作なんて一枚もないですからねもう全部いや言っときますけどね言っときますけどレッド・セッペリンのアルバムは全部名盤ですからはっきり言うともちろん。 でもその中で僕は思い入れっていう意味でもこれですね、本当に当時の僕の二十歳ぐらいだったかな、もう本当に感動したもんね。だって言ったでしょさっき、車売ってまでそのギター欲しいってなかなか思わないでしょ、本当にそのギ,あのギター新だよね。あのまあ、売ってしまったのに今後悔してるんですけど、いつかあのこの商売してたら入ってくるかなと実は期待していて、それが入ってきたら、えー、売らないことにしましたあ。でもやっぱそういうわけにはいかないよね。 でもあの、5シリーズの形のあのギターは本当にかっこいいですね。あれは。だからギター先生じゃなくてあの形の5シリーズ入ってきたらね、いいなと思っていつか待ってます。もしあの、当時のそれ持ってる方で使ってないなって方はぜひあの、ご相談しください。よろしくお願いします。はい。ということでね、こんな話でいかがだったでしょうか。えー、今週もですね、最後まで本当に聞いていただいてありがとうございました。ということで、今週もお相手は私、ゲイリースでした。 また来週。